ザルメイ・ハリル・ザドは、アメリカ合衆国の官僚、外交官、政治家、アメリカ新世紀プロジェクト会員、スンニハイスラム教徒、アフガニスタン生まれ、マザーリ・シャリーフ出身、父は、ハリル・ラー、母は、ガジク人。1968年、ガジ貴族学校を卒業し、レバノンのベールートアメリカン大学で BA と、MA 取得後、1979年、シカゴ大学で、 政治学博士号を取得。1979年から1989年まで、コロンビア大学国際行政大学院で助教授を務めた。1982年、戦争と平和研究所、対外政策会議、ニューヨーク市、国防大学、戦略研究所の科学職員となる。1985年、アメリカ合衆国国務省に入省し、 政治問題担当国務次官特別顧問となり、イラン・イラク戦争とソ連軍のアフガン侵攻を担当した。1980年代中盤、ソ連軍に対するムジャーヒリーンの行動を調整。石油会社ユノカルのアフガンプロジェクトの主任顧問となる。1989年から1991年まで、ランド研究所の上級政治学者、カリフォルニア大学サンディエゴ校の講師を務める。 1991年から1992年まで政治計画担当国防次官補在任。1993年から1999年、ランド研究所の戦略ドクトリン及び戦力機構空軍プロジェクトのディレクター、中東研究センターを設立、ジョージ・ウォーカー・ブッシュ政権の国防総省移行チームの長となり、後に国防長官顧問となる。 アメリカ国家安全保障会議西アジア、近東、北アフリカ担当特別補佐官、南西アジア、近東、北アフリカ担当大統領特別補佐官、ジョージ・ W ・ブッシュ政権の下、2003年11月から2005年6月まで、中アフガニスタン特命全権大使を務め、アメリカのアフガニスタン侵攻後の、アフガニスタン政府構築を担当した。 2003年11月24日、ハーミド・カルザイ大統領に新任状を施行した。2005年6月21日から2007年3月26日まで、中イラク共和国特命全権大使、イラク戦争後のイラク政府構築を担当した。2007年4月17日からは2009年1月20日まで、アメリカ合衆国国際連合大使を務めた。 イランを核問題やイラクとアフガニスタンでの反政府活動支援などで非難し、南オセチア紛争でロシアと対立した。2018年9月5日からは、ドナルド・トランプ政権で、アフガニスタンは兵担当特別代表を務め、同年10月にカタールの首都ドーハでタリバンと協議を行った。翌2019年1月26日にはカタールでの タリバンとの6日間にわたる前例のない和平協議を行って従来を上回る成果を得られたと述べ、同年4月26日にタリバンとの和平案で中国やロシアと合意した。ありがとうございます。